ランド部も始まります。もう始まります。始まります。ちなみにもう1本撮りました。収録しました。来週は収録会です。お、いい曲が流れた。うん、いってんね。もう行きます。今日はやらせてください。うまそう。うまそう。いや、うん、食解放だね。うん、今日だけかな。今日だけです。本当すみません。俺も唐揚げ食っちゃった。一つトラブルが。皆さんありがとうございました。ライブありがとうございました。無事に、あ、ギリギリに今回じゃない、あの一本取ってくから。この前に仕事してるからもう。そんな生きることでもないぞ。仕事してくから。うん、でもたっくんがさっきブログでジム行ってたわ。トレーニング。おお、さすがや。さすがやな。ちゃんとケアで抜きに行ってんだ。ちゃんと抜きに行ってます。ケイセイさんが見てます。ケイセイさんインダハウス、お疲れ様です。30秒です。30秒で始まる。あと30秒、あと30秒でラジオが始まります。うん、カルピスソーダ売ってなかった。あー、残念。誰も買ってきてないなと思ったんだよね。売ってなかったっす。まあ、夏って感じじゃないかね。はい、別に暑い時だよ。はい、めっちゃ寒かったし。今冬って感じだもん。マジでうまい。もう大好き。そう、ちょっと始まったよ。ラジオ始まってるわ。やべえ、ちょっと急ぐ素振りは見せる。始まったよ。ゆっくりしすぎた。やべえ、ラジオだ。2本目生放送です。2本目は生放送、ブロック FM さんで、ブロック FM さんで、ランドプです。毎週月曜。ちょっとこれ本当に聞いてほしいっす、皆さん。今流れてるのはマッシブの新曲。あ、ここいいっす。今日は224回目です。うん、頑張って。さっき収録をこの3人で撮って、生放送もこの3人で行きます。いやっさー。イエイイエイイエイ。ちなみに来週の回は高井出が回してますナビゲーターで、ナビゲーターしてます。やってるんで、今のまま生ミスよ。生ミスよが。バリクーヤンって言われてる。まあ、それまで我慢してたから。そう。昨日も。あの食生活厳しかったから。許してよ。今日だけは。じゃあミモザレジェンドになった。結構昨日も来たぜ。終わった。ミモザがレジェンドになったぜ。しゃあ来た。イエーイ。知ってる人いんのかな。餃子はみんな食ってたし、食われてたし、食おうとしたの。餃子食った。終わります。終わりますよ。はい、夢は夢のまま。はい、というわけで今週も始まりました。今週 RPG トークステーションの時間です。今週はこの3人で、やっていきますが、改めて自己紹介をお願いします。はい、鈴木高秀です。よろしくお願いします。
そしてそして、はい、神谷健太です、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今週はこの3人でお送りしていくんですけども、先ほどね、来週のね収録をしまして、はい、来週は収録会になってるんですけども、皆さんぜひね来週の方も聞いていただければ嬉しく思います。はい、というわけでですね、まあ本当にキンキンで言うと昨日一昨日とね、ついに16のねツアーの方が始まりまして、ありがとうございます。静岡公演ということでね初日を迎えたんですけども、まああまり内容の方はね言えないけど、どうでしたか？めっちゃ楽しかったっす。やばかったっすね。楽しかったね。あのやばい、やっぱ完成ありのライブ、いやライブって感じがしました、うん、ね。あのなんかいや本当に本当に楽しかった。なんか幸せだったの、なんか戻ってきた感じがね、あったね、うん、すごい。でもみんなの表情もすごい笑顔でめちゃめちゃ良かったよね、はい、マスクで前まではさ見れなかったけど、はい、そう、あの表情見れるっていいっすよね。めっちゃいい、なんか、ね、気持ちが伝わる。いやすごいいい、やっと戻ってきた感がすごい伝わって、うん、これからやな、これからっすね、うん、本当にめちゃくちゃ頑張りたいと思います。激アツでした、ね、はい、オンリーワン感動でした、うん、ありがとうございます。感動しましたね。いや僕たちもね、あのめちゃくちゃ聞こえるんですよね、うん、今回のツアーはねあんまり言えないけど、まあ本当に全員が相乗効果でこうなんていうの、かまして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 、うん、最後に全員でドンみたいな、なんか感じでね、なんかすごいね、今回のツアーすごい好きですね、うん、さっきも収録で言いましたけど、うん、皆さんもねぜひ次はね、もう東京みんなマスク外してるのかな、自由ですか、ね、東京ですね、はい、マスク2位は今2位です、自由に、自由です、はい、つけてもいいし、まあ、ちょっと気になるって方はね、はい、つけても全然ありなので、はい、あのね必ずしも外さなくても大丈夫なので、はい、うん、もうお任せしますということですね、はい、はい、というわけでね、ぜひぜひ皆さんね、かなり熱いツアーになってますので、うん、楽しみにしていてください、はい、お願いします、お願いします。そして僕らのね、シングルマッシブのね、はい、シングルも出ましたけども、うん、夢は夢のまま、そして On My Way、 この2曲がね配信スタートとなりましたけども、ツアーの前日でしたね、うん、にスタートになりましたけども、ね、ついに出ましたね、ついに、ついに。前回のねワンコーラスの時はまだ出てなかったですね。二曲ともそうだ。二曲ともそうです。二番二期です。二番二期。はい。皆さんどうでしたでしょうかね。たくさんコメントお待ちしてます。ちょっとねせっかくなんで掘り下げていきたいなと思うんですけども、はい、前回ねあワンコーラスかけた時は確か山椒と高井手か。そうですね。のこの俺と三人でやったんですけども、はい、ね改めてちょっと曲のね、説明というかちょっと掘り下げていくのもやっていきたいんで、うん、ちょっと台本には書いてないですけど、はい、やっていきますと、はい、うん、どうですか健太のパート、夢は夢のまま、はい、サビ今回ね、はい、行きましたけども、なんかこういうイメージで作ったのか、まずあのテーマが、まあ、みんなマッシブで話して、まあ、夏で恋、うん、で、まあ、儚さ花火とか、うん、で一瞬で散ったりとか、うん、美しさは最大に急にバコンって上がるけど、その後の儚さとかを、うん、なった時に、まあなんだろう、あのイメージは虚像なんですよ。そうだね、虚像っていうイメージ、うん、そこにないけど見えてた像だから、夢は夢のままなのかなっていうので、うん、まあストレートに普通に歌詞書きましたね僕は、うん、夢は夢のままっていうね、はい、ワードもすごい頭に残るし、うん、それぞれのパートでね結構なんかすごい残る言葉がなんかすごいあるなっていうのを今回すごい夢は夢のままで感じるんですけども、はい、うん、高井のパートどうですか？そうですね、まああの実際そういう場面になったらこうするのかなとか、今のそういう年齢のなんか恋愛ってどうなのかなっていうものを考えながら作った歌詞で、うん、まあなんかこう時を戻したいとか、あの時にこう戻りたいっていう思いだったりを、うん、こうなんだろうな、なんかこう歌詞に書いたりとか、うん、すごいなんかそうしたいっていう自分の欲を、うん、そうなんか歌詞に書きましたね。そうだね、はい、でもなんかやっぱり全員通して結構ストレートに言葉をね、うん、表現してる
ことが結構多いかなと思いますし、あとはちょっとねそういう比喩的な部分があったり、はい、まあ、自分のパートで言うと何だろう、あそこ接続詞をちょっと変えることによって、はい、切なさがさらに伝わるようになってるんですけども、思わず君に変わり、思わず君に変わり、過ぎてくまなつ、過ぎてくまなつ、こっちる花火、舞い散る花火わって、わが、本当はがって言いたいとこなんですけど、わっていうことでちょっとなんか切なさが、増すというか、うん、そういうちょっとした変えたりしてるんですけども、でもなんか本当に全体的にすごい切なさがあるけど、この夏に聴きたい曲だなっていう感じがすごい出ててね、はい、また新しいマッシブの1ページが開かれた曲になりましたね。そして、うん、オンマイウェイの方もありますけど、かなりね尖った曲になってますけども、はい、ケンタで言うと派手にバーニンジャンボンブロックンダーニ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 ンなんかその道を歩いていく上でのもどかしさとか、うん、夢をつかみに行く上でのもどかしさとかをなんかストレートに歌詞にしましたね、うんうん、結構ねエッチの効いた歌詞が多い、はい、で最後にじゃあ単純に、じゃあ単純に、うん、でそっからの力也さんのバース、じゃあ単純にレッツゲットパリサリ、レッツゲットパリサリ、レッツゲットパリサリ If you feel me、はい、っていうねサビになってますけども、これは本当にパーティーっていう、ただパーティーをしようっていう意味じゃなくて、うん、なんか行動を起こそうっていうような、うん、例えばハイアンドローで、まあケイジさんのパーリタン、パーリタン、そういう感覚と一緒に始めようぜみたいな、なんかそういう感覚のパーティーっていう意味なので、本当のなんかそのお酒は何でワーイっていうパーティーというよりか行動を起こそうっていう意味、うん、意味で、そこについてくる皆さんをじゃあ一緒にやっていこうぜっていう、なんかそういう雰囲気で、はい、つけてるサビなので、うん、なんかそういう風に捉えていただけたら嬉しいなと思いますけども、うん、で高井出のパートは、そうですね、まあ僕はまあ本当にお迷いっていうタイトルだったんで、うん、まあそのタイトルを、まあ、聞いて、まあなんかその照準をこうまず合わせる、なんか言ったらもう頂点だったら頂点に照準を合わせたような、うん、まあ、歌詞の作り方をしましたね、うん、なんかこうこ、まあ、ちょっとこう高圧的な歌詞でもあるんですけど、うん、まあなんかそれがまあ自分たちの今のリアルだったりとか、うん、こうしていきたいっていう思いを乗せましたね、歌詞に。そうだね、あれなんて言ってんの、あれ To the top よ、あの裏でね、はい、言ってるやつ To the top、 To the topうん、はい確かにそうなんです、まあなんかこう自分たちが見たい景色に向かってっていう、うんうんうん、はい、フォーカスは今回はね、なんかそのみんなで5人で話してなんかもがいて、なんて言うんだろう、自分たちの中にあるもっとこうなってほしいのになとか、うん、まあ仕事においてもそうだし、なんか日常の生活でもそうですけど、うんうん、なんかその鬱憤じゃないけども抱えてるものをこう解き放って、うん、なんかだったら俺らでも行動起こそうぜっていう、なんかすごいそういう、うん、メッセージが込められてる曲になってるので、はい、いい意味でね、僕らが本当にこう抱えてるものをこうストレートに表現したものだったりもするので、なんかそういう聞く人に、例えばね、仕事とか、うん、で、なんかもがいてる人とか、なんかいろんなこれからね、行動を起こそうとしてる人にこうなんか聞いていただきたいなっていうのはすごいあるので、うん、うん、ぜひぜひね、また夢は夢のままと真逆な感じで、そうですね、なってるんですけども、後ろのビートはジャジークラブっていうね、はい、ビートになってまして、今回はね、OMW さんのプロデュースのもと作ったので、はい、ぜひぜひね、皆さんもね、引き続き聞いていただきたいですし、いつかね、披露できる場ができたら嬉しいんですけども、いやそうですね、うん、フェスとかでやりたいので、ね、ぜひぜひ皆さん楽しみに待っていただければと思いますので、引き続きね、
チェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。でツアーの方でミュージックカードも発売してるので、はいはい、はい、ぜひツアーの会場で買ってみてください。お願いします。お願いします。というわけでね、少し話していきましたけども、本題に入っていきたいと思います。まずはレコメンド